出来たてのブールドロブールドロ、またはブルドロは丸のままのリンゴの実をパイ生地で包んで焼いたフランスの菓子。16世紀には作られていた記録がある伝統的な菓子である。古くは脱穀作業の季節の晩に近所から持ち寄った材料で作る習慣があった。ノルマンディ地方が本場とされる。ブールドロというのはノルマンディでの呼び名であり、語源は フランク語起源のフランス語の古語バイハーダーとされる。パリ郊外のペルシ地方では、ブールデーヌ、オルレアンでは、ガロパン、ピカルディ地域圏やアルデンヌ圏では、ラボートの地方名を持つ。ピカルディでは、タリビュールとも呼ぶ。なお、オルレアンでの呼び名、ガロパンは、ピカルディではブリオッシュを材料とした、別の歌詞を指す。カルビルシュ系のリンゴの一つ、FR、キャビル・ブラン・ディベールの実作り方は、 まず、焼きリンゴと同じようにリンゴの芯を抜いて、砂糖とバター、あるいはグロゼイのジャム、アーモンドパウダーなどを詰める。リンゴは、ノルマンディ特産のカルビルシを使うのが正当。オリパイ生地やネリ、パイ生地で包み、卵黄を塗って、オーブンで焼く。ラボートの地方名で呼ぶアルデンヌ県では、生地で作った耳やレーズンの目で飾り付けて、ウサギの顔に見立てた形に作って焼くこともある。 ノルマンディでは、リンゴではなく洋なしを使って、同様の歌詞を作ることもあり、ドゥイオン、またはドアヨンと呼んでいる。名前の由来は、ラテン語のダクティリーズより派生したフランス語の古語、ドーエルである。ありがとうございます。